それでは続いてのシーン、川瀬さん、はい、V 振りの方お願いします。それではいきますよ、はい、ロードトゥー幕張。かわいいね。この日をたたえ、輝いて、長い旅先進む目で見てた鏡はもう映ってたの、さあということで輝いてでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これは泣いちゃうよ。泣いちゃいますよね。泣いちゃうな。川瀬さんいかがでしょうか。はい、この楽曲もあの佐賀事変と同じでアルバムに収録されていた楽曲なんですけども、はい、あのこの曲を初めてそのデモ段階で聴いた時にもう本当になんかこの一期の時のフランシュシュのその今までのシーンだったり生きてきた時だったりとか、今フランシュシュとしてアイドルをやってる姿とかがすごいこう浮かんできて、もううわーってもうめちゃめちゃ泣いてしまった楽曲で、なんかすごく本当にこうフランシュシュたちにぴったりだなって思っていたんですけど、いざこの最終回でまさか流れるとはっていう感じだったのと、ここで流れて改めて聴いたときに、今までこうフランシュシュにぴったりだなって思って聴いてた楽曲が、なんか本当にこの瞬間というか、この今一番大変な時にみんながこの会場に来てくれてる場で披露するのに本当にぴったりな楽曲だなっていうのが、もう本当にグッとなったし、何よりやっぱり桜からの入りっていうのがすごい、もううわー来たってなるし、もう桜のそのロングトーンがすごく綺麗で、はい、もうそこ聞いただけでちょっと涙腺がグッとなるようなシーンだったのと、やっぱり表情が本当みんな良くて、なんかこうちょっとこう眉間にシワが寄ってたりとか、はい、口を大きく開けてもう本当に大きな声で届けようとして歌ってるっていう表情がすごく見えていて、本当にたまりませんねこのシーンね。今ちょっと見てただけでグッときましたよ。いや、はい、そんな感じでございました。ありがとうございます。本当 3DCG めちゃくちゃ表情が豊かで、本当に、ね、なんかたまにこう手書きに変わったりとかして、すごくなんかその技術の凄さを改めて感じたといいますか、マッパさんすげえなマジみたいな。そうですよね、本当にすごい、めっちゃ可愛いみんな。そう、素晴らしい表情を見せていただいてますけれども、さあこちらライブでやるとしたらばということですよね。川瀬さんライブで、実は先日のライブで披露させていただいたんですけど、はいはいはい、その時の反映してくださってるのか、こうさきちゃんがなんかみんなでとか言ったりとかシーンが今回あって、わあすごい、なんかみんなでやってくれてるのもすごく嬉しかったですし、ぜひまた機会があればみんなで手拍子してほしいなと思いますし、なんかこう頑張るって言うとあれなんですけど、すっごい一生懸命になるんですよ、この歌を歌う時って。なんかその全力でまた披露する時が来たらいいなと、10月にやれるかはちょっとまだわからないんですけど、やれる時は本当にもう全力で歌い上げようと思っておりますね。ありがとうございます。ね、そうですね、思ってるよ、やっぱりね、いろんな人に向けて思ってますね、はい、しっかり聞いちゃうんですよね、やっぱり。いや、わかるよ、素晴らしいです。ありがとうございます。さあそれでは最後のシーンに参りたいと思います、うん、それでは最後は種田さんから V 振りお願いします。わかりました、ロードトゥー幕張。ささやき、どうせ何も変わらない、どうせ何も
さあということで追い風トラベラーズでした。ありがとうございます。めちゃいい、最高。さあ種田さんいかがですか。いやなんかこの楽曲あの曲調がもう頭から明るいんですけど、うん、結構最初の歌詞はなんか後ろ向きな言葉から始まっていて、はいはいはい、なんかどうせ何も変わらないとか、うんうん、なんかこうちょっと人生を諦めかけたような歌詞から、はい、でもやっぱり頑張ってみようと、うん、なんかこう実際のこのゾンビランドサガリベンジの最終話もちょっと結構過酷な状況にサガが、うんうん、はい、追い込まれている状況ですけども、うん、みんなで力を合わせればなんか追い風も吹いてきて、うん、こう頑張れるよっていうなんかメッセージ性がすごく強くて、はい、で輝いてが割と泣き曲なんですけど、さくらがこの曲で泣くんですよ、うんうんうん、そうこの後にどんどんさくらの表情がこう泣き顔になってって、はい、最後の歌とかってなんか楓ちゃん、はぁーおーめっちゃ今浸ってた浸ってた、やめてください、舞台上ですから浸らないでください。見入ってました。なんかさ最後のフレーズ、泣いてる風に歌ったの。ここ、ね、今ちょうどここですね、うん、あのトゥットゥルトゥットゥットゥルの後のイエーイイエーイ、うん、イエーイっていうところを、うん、ここですね。あの通常でこう歌えているバージョンと最終話専用の、うん、まああと配信もありますけど、うん、もう涙で頑張ってこう声を出すっていうバージョンとあって、でもそれもどれくらい泣きますかっていうのはすごくやっぱ大事にしようっていう話で何パターンか撮ったんですけど、そうなんだ、はい、そうなんです。あくまで一応この出来上がった使われたこの楽曲、イエイエイエイのバージョンはなんだろう、こうアイドルとしてプロとしての気持ちを持ってちゃんと涙を最後までこぼさないようにして歌い切るっていうそのバージョンでございます。したね、じゃあもしかしたら今後 CD とかに収録されるのと、うんうん、オンエアではバージョンが違う可能性もね、うん、そうですね、すね、またライブもね、うん、変わってくるでしょうし、あ確かに、うん、これなんか最初なんか順番にこれもね、なんかなんかなんだか、バトンタッチじゃない、はいはい、ペハゴの雰囲気みたいなそうやつがあったんで、うん、私たちね実はまだ何もそう本当に何もレッスンも2期の新曲は、ね、分かんないというか、この前ライブやるって聞いたばっかだからね。そうですよ、だから今からドキドキハラハラしております、うん、やるのかもしれないし、そうですね、もうそのなんかこうトゥットゥルって言えないけど、うん、もしいつかね声出せる機会があったら、うん、みんなにもトゥットゥルって言ってほしい、うん、こういう感じ、頑張ってみようも一緒に言ってほしいな、ね、そうだね、泣いちゃう、それこそね、タンタン、ん？頑張ってみようみたいな、合わせるの大変それは大変、そうですね、ちょっと皆さんね、ライブ行くよっていう予定の方は、はい、家でちょっと手拍子練習を頑張ってるよの手拍子をね、はい、うん、ぜひなんかコールの代わりにね、自主練をしていただけると、うん、私たちも喜びますので、そのようなライブになるんじゃないかということですね。種田さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあということでこちらゾンビランドサガリベンジフランシュ名パフォーマンス追い風トラベラーズまで振り返りました。さあこちら総括して本田さんいかがでしたか。いやなんか本当はまだこのリベンジの中では冒頭から他にも紹介しきれてない曲がねいろいろあったんですけども、まあ、そこはまた皆さんそれぞれこうパッケージも出ますしね、あと配信もございますので、うん、おのおの振り返って浸ってほしいなと思います。まあ、初めて知るという方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、こうやって紹介できて本当に良かったなと思います。はい、ありがとうございます、うん、ございます。さあということで、ね、ぜひこれをきっかけにね、じゃあそのね、まあ、DVD そして本編もまだ見てない方は見ていただいて、うん、そしてライブにも来ていただけたらと思います、うん、さあ楽しい時間はあっという間に過ぎるものということで、はい、残念ですがお時間になってしまいました。はい、それでは本日お越しの皆さん、そして配信をご覧の皆さんに、皆さんから一言ずつメッセージいただいてもよろしいでしょうか。さあそれではまず立ちましょうか、はい、さあそれでは本田さんからお願いします。はい、改めまして桜役の本田楓です、お越しいただいた幸運豪運の持ち主の招待の皆さんと、そして関東以外だったりね、来られなかった方たちを見てくださって本当にありがとうございました。まあ、ゾンビランドサガという作品はもう語るまでもなく本当に生きる力を与えてくれるようなパワフルな作品です。だからもし見たことないなっていう人がいたら、もし元気がない時にも元気もらえると思うので、たくさん楽しんでほしいなと思ってます。10月16、17も楽しみにしててください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、続きまして、
はい、二階堂咲で田野浅見です。私たち今回初めてトップバッターで、最初ねそれで私聞いたんですよ。え、これってノンストップでやるじゃないですか、皆さんトイレとか行きたくなったらどうするのって聞いたら、自分のタイミングで行っていいんだって。だから今だと思ったら皆さん無理せずに、この今日この後もまだまだたくさんすごく豪華なあのね作品だったりとか、スペシャルゲストがたくさんいらっしゃいますし、向井さんもねずっと立ってますけど、ぜひ一緒になって皆さん今日しかないこの瞬間を楽しんで、なんかね都内以外の方は配信で見てるということで、いろんなところからこうして私たちのゾンビランド下がりベンジをこう見てくださっていると思います。引き続きたくさん盛り上がって、そして初めましての方はぜひゾンビランド下がりベンジ見ていただけたら、私たち幸せでやり残したことはありません。今日は最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、改めまして水野愛役の種内座です。本当にこの後もね名だたる作品のステージが続きますけれども、まずはゾンビランド下がリベンジという作品をね見てくださった方も見ていない方も、このステージをきっかけにまた見返すことであったりとか、初めて見るよ、一気から見返してみようかなっていう気持ちになってくれたら、もう今日このステージは大成功だと思っております。本当にねすごく見るに関してハードルの低い実は作品だといい意味で私は思っていて、なんかアイドルものだけど、あでも今日のこう映像を見てちょっと好きだなって思った方はね、ぜひ配信を見ている方もゾンビランドサガリベンジ触れてみていただけたら嬉しいです。本当に今日一日長いお時間かと思いますけれども、このステージ一緒に盛り上がってくれてありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、はい、改めまして今野純子役の川瀬真希です。なんか最終回直後でまたこうして皆さんと本当に大好きな楽曲、そしてライブシーンを振り返ることができて、いや幸せだなと思っております。先ほどもね話しましたけれども、ライブ映像だけでなく本編内でも本当にみんな表情がすごく生き生きしていて、もう死んでるんですけど、はい、生き生き、これが言いたかったです。生き生きしていまして、でも本当にすごくこう感情がグッとなった時にそういう表情をしている、そういう細かいところまで改めて見ていただけたらなと本当に思っておりますし、なんか、うん、なんだろうな、この作品に関われて幸せだなって本当に毎話見るたびに思っておりました。なんか本当にすごく面白い作品になっているので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただけたらなと思っております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、はい、改めまして夕霧役の絹川理香です。本日はありがとうございます。改めてってかもうね、大体もうみんなと被っちゃうんだけど、いうことは、本当にこの作品ってなんか最初スタッフさんたちもみんななんかこれ大丈夫かな、ずっこけないかなみたいにすごい不安な中から始まった作品だったんですけど、こうやってみんなさんに愛されてすごい作品が大きくなって、そしてリベンジ第2期もやれることになったので、本当に皆さんのおかげだと思っております。まずそれはありがとうございました。あ、すみません、ありがとうございます。そして今日のマッパ10周年イベントというなんかそんな素敵なイベントにもまさかこの作品がっていうとあれですけど呼んでいただけて、確かに、ね、本当に嬉しい限りです、うん、まあ、それも皆さんのおかげも、なんか私たちキャストだけじゃないしスタッフだけじゃないし、本当に皆さんと一緒に一つのものを作り上げているっていう本当に素敵な作品ですので、まだ見てないっていう方は一期からぜひ見ていただけたらなと思っております。絶対に期待は裏切らないと思いますので、ぜひぜひ今後ともゾンビランドサガをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きまして、はい、星川リリー役の田中みな実です。今日はこんなにたくさんのもう3階席2階席1階席まで、はい、ご来場の皆様本当にありがとうございます。配信で見てくださってる方もありがとうございます。はい、マッパさんの作品の一つとしてゾンビランドサガがこうしてトップバッターを切ったんですけれども、本当にたくさんの方に愛されてこういろいろ突っ走ってきたなって思うんですけど、こうしてゾンビランドサガリベンジも終わってしまって、
なんか寂しいなという今ちょっと そういうちょっとセンチメンタルな気持ちで今日ここにいるんですけど、やっぱり皆さんがこう手拍子とか拳とかで応援してくれる姿を見て、あ、まだまだこの景色をずっと見ていたいなってすごく思いました。その10月に待っているライブ 2days あるんですけど、実はそれ以降ゾンビランドサガあれ何も決まってないみたいな、そうだよね。実は小耳にっていうかスタッフさんが言ってて、おやみたいな、私たちもこれから そのフランシシュのみんながこう、え、だって最終話見た方、って なりましたよね。すごく素敵な、ね、ライブシーンいっぱい今まで見てきたんですけど、このあと、どうなっちゃう、佐賀どうなっちゃったのみたいな、私たちもすごく謎に包まれたままの、ね、こととかもまだまだいっぱいありますので、きっとゾンビランド佐賀のこの先はまだまだ見たいっていう方、そしてこれからその追いかけていきたいっていう方もまだ全然遅くないです。皆さんの応援でこれからフランシュシュがどうなっていくのか、ゾンビランド佐賀はどうなってしまったのかみたいなのを見ることができると思いますので、今1巻が発売、ブルーレイ発売されていますし、いろんな配信サービスもありますので、よかったらお友達に勧めたりとか家族と一緒に見たりとか、そんなことでゾンビランド佐賀をこれからも応援してくれたら嬉しいなと思います。今日は素敵なステージに呼んでいただいて本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。さあ、ということで以上ゾンビランド佐賀リベンジステージでございました。フランシュシュの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました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 。楽しかったです。楽しかったです。さあ、それではもう一度袖のフランシュシュン聞こえるような大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、ということで、いや、最初のタイトルから大盛り上がりでございます。本当にね、2期の名シーン、たくさんライブシーンありまして、まあ、そちらをね、皆さんに、見ていただいて、裏話なんかも聞いていきましたけれども、はい、僕も非常に好きな作品でございまして、1期もむちゃくちゃいい曲たくさんありますし、ライブとなりますとね、こちらの方の1期の曲、2期の曲、多分ね、いろんな曲が聴けると思います。さあ、こちら改めましてゾンビランド佐賀ライブフランシュ佐賀よ共に湧いてくれ、10月16日土曜日、10月17日日曜日 2days ライブ、ぜひ、気になった方は詳しくはホームページで、詳細をご覧ください。よろしくお願いします。いや、本当にね、よみがえれっていう曲とか僕も大好きで、本当にね、あ、なるほどと。で、まあ、アニメを見ればその曲がすごくね、そのストーリーに基づいたようなタイミングで、歌われてたりするので、まあ本当だからこそ説得力があるというか、普通に曲だけでもいいんですけど、アニメを見ると改めて曲の深さ、先ほどもね言われてましたね、佐賀事変にしても輝いてにしても、やっぱりライブのみでも盛り上がるし、ただこのアニメで使われたところを見たらなおさら、曲の深さが分かるということですから、はい、ぜひともね皆さん、こちら曲、そしてアニメの方もチェックしていただければと思います。はい、ということでございまして、はい、こうやってお送りしてますけれども、そうですよね、これ拍手とかでね、その、気持ちをね投げるってことはできますからね。ちなみにこれ僕天使迎えています、まあ、芸人やってるんですけれども、僕天使迎えを知ってるって方は拍手してもらっていいですか。ありがとうございます。嬉しい。あ、結構いていただいてますね。ありがとうございます。あ、じゃあ逆に、知らないと誰だと、そういう方おられたらちょっと拍手の方お願いします。すごい、思ったより前列にいる。思ったよりこの辺にいた。しかし暗闇でよかったっす、見えないんで。ただこの辺に俺を知らない人がいるんだと思って、すいません、ね、たまに知らない人、本当にいじり岡田さんですかとか言われるんですけども、そうではないので、天使向井という芸人でございます。よろしくお願いします。さあ、こちらこのようにどのタイトルが出るか分かりません。皆さんぜひね、まあお目当てのタイトルもあるかもしれません。ぜひね、そちらの方、次何が来るんだろうというのをね楽しんでいただければと思います。さあ、それでは次のステージの準備が整ったようです。それでは参りましょう。続いてのタイトルはこちら。